反日左翼に利用される沖縄慰霊式典、あなた方日本人か。遺憾なことにこの数年、沖縄全戦没者追悼式が静室な環境の中で行われなくなった。来賓として出席した内閣総理大臣の挨拶、沖縄戦から74年。沖縄における20万人もの尊い犠牲の上に今日。 私たちが享受する平和と繁栄がありますを、静かに心に受け止めたい参列者を長老するかのような、いわゆる米軍基地反対平和団体だかの誹謗の叫びが鳴り物とと共に広がる。会場の一部では、式典が始まる前から異様な土星が飛び交っていた。一部を拾おうと、安倍は帰れ。辺野古新基地建設は許さん。 憲法改悪許さんぞ。と憲法用語と異例式典を強引に結びつけようとする粗暴な主張だ。式典会場では、県職員らがプラカード掲示などの G 行為の禁止を呼びかけ、目を光らせたためか、中盤まで静かに進行した。だが、安倍首相が挨拶を始めると、帰れ。恥知らず。辺野古を止めてから言え、 などの汚い矢字が相次いだ。矢字を飛ばすのは一部の基地反対の活動家に過ぎないですよと冷ややかに言い捨てる地元参列者は多いが、彼らは静かに敬意を見守るしかない。そんな中、立憲民主党の有田芳し不議員が嬉しそうに、すごい矢字でした。昨年よりもはるかに長くです。刃のように厳しい言葉が首相に向かっていました。 昨年以上です。拍手もほとんどなしと、パヨクマルダ氏のツイートを投稿している。異例式典の雰囲気をあえてぶち壊すような日本国民とも思えない心なきアジテーターに不笑いどうする反社会的国会議員なのだ。沖縄異例式典のみならず、 広島長崎原爆慰霊式典でも近隣国運動家を巻き込んで式典を誹謗し貶めようとする非道な行為が左翼たちによって進められている。慰霊式典に己が信奉する政治を持ち込むな。静かに戦争で命を失った私たちの先人の礼安らかに、とのみ祈ろう。それ以外のことを何もするな。 沖縄戦で亡くなられたすべての方々のご冥福をお祈りします。